日本とするため、私は先頭に立って全身全霊を傾けて挑戦していく覚悟であります。政治を担った経験、挫折をした経験を生かしていきたい。福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし。で、体を大切にして大事。三本目を力強く射取ります。大胆な金融政策なり、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略です。固い岩盤のような日本の規制を、私自身をドリムの刃として突き破ろうと思っています。チャレンジは働き方改革であります。人生100年時代を見据えた改革を果断に進めます。令和の時代にふさわしい子供からお年寄りまで全ての世代が安心できる社会保障制度を大胆に構想してまいります。女性たちの能力も生かす、ダイバーシティこそが様々な社会問題を解決し、経済を力強い成長へと導く。でもし、リーマンブラザーズがリーマンブラザーズさんのシスターズだったら破綻しなかっただろうと言ってます。で、TPP はまさに国家100年の手であります。中貿易の機種として21世紀の経済秩序を世界へと広げてまいります。 Japan is back。 The Prime Minister of Japan。 Let us call the US-Japan Alliance andAlliance of all to make the world a better, a much better place to live. インド洋から太平洋へと至る広大な海と空を、これからも国の大小に関わらず、すべての国に恩恵をもたらす平和と繁栄の基盤とする、日本は自由で開かれたインド太平洋を築き上げてまいります。日本人がいまだに北朝鮮に拉致されたままです。彼らが一日も早く祖国の土を踏み、父や母、家族と抱き合うことができる日が来るよう全力を尽くしてまいります。私たちの平和は人から与えられるものではない、私たち自身で築き上げる他に道はありません。諸君の務めとは何か、それはいかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを担保として守り抜くことであります。国民のため、平和な暮らしを遂行する覚悟は日本の誇りであります。あの戦争には何ら
関わりのない私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。我が国の未来、それは子供たちであります。全ての子供たちが家庭の経済事情に関わらず未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって頑張ることができる一億総活躍の日本を、そして子供たちの誰もが夢に向かって頑張ることができる、そういう日本の未来を共にここから切り開いていこうではありませんか。一人一人の日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたい。日本の未来は今何をなすかにかかっています。期待して立ち止まるのではなく、可能性を信じて前に進もうではありません。厳しい現実に立ちすくむのではなく、高い手の未来を目指して皆さん共に立ち向かおうではありません。ご清聴ありがとうございました。